こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の潜水艦技術は世界でもトップクラス。米国に次ぐ技術力だと感じているのは私だけではないだろう。任務次第では、そう、旧型潜水艦11番艦と12番艦の方が、すごいかもしれない。今までの、そう、旧型潜水艦ではスターリングエンジンとの、組み合わせで、低出力での潜航を可能にしていた。もちろん、静粛性は抜きに出ているのだが、その静粛性を維持したまま、機動力までも手に入れたとしたら、想像以上とわかる。その性能を可能にしているのが、そう、新たな組み合わせのディーゼルエンジンたすリチウムイオン電池となっている。そのリチウムイオン電池が採用された裏で、どんな性能を向上させたのかを見ていこう。月日の経つのは早いもので、世界初と謳われたリチウムイオン電池搭載の、そう、旧型潜水艦11番艦、翁竜に引き続き、2019年11月には、12番艦の東竜も進水式を迎えた。従来の、そう旧型10番艦までは、電池としては鉛製の蓄電池を、用いていたものだが、これを自動車などにも採用されている高効率のリチウムイオン電池に置き換えることに成功したのだ。リチウムイオン電池は鉛製の蓄電池に比べて蓄電可能な容量が大きく、一部ではその効率はおよそ4倍にも相当すると言われ、通常動力型潜水艦としては間違いなく至高の域にあると考えられる。このリチウムイオン電池の採用までの総流型潜水艦は、ディーゼル機関、スターリング機関、電池用モーターという3つの動力機関を搭載し、必要とする動力を確保してきた。それが、翁竜から搭載されたリチウムイオン電池の効率の高さによって、スターリング機関を用いずとも、これまで以上の連続航行時間、距離を実現することに成功したものだ。当初、そう、旧型にスターリング機関が搭載された時点では、水中連続航行時に鉛製の蓄電池のモーターに加えた非待機依存型の動力源として、これも注目を集めた技術と言えた。しかし、スターリング機関は、その大きさに比して出力が少ないという根本的な弱点を抱えており、これのみで水中航行を行った際の速度はわずか時速5ノットほどと、実用面では低い数値に止まっていた。それでも鉛製の蓄電池を使い切った場合を考慮して採用されていた状態だったが、今回、翁竜からの高効率なリチウムイオン電池はこれを外しても上回る性能が確保されたといえる。電池を使用したモーター推進の場合の水中速度は翁竜以降でも時速約20ノット以上であると目されており、これまでの連続航行時間や距離を凌駕していることは確実だろう。一方で、世界最大規模の潜水艦戦力を保有するアメリカは、すべての戦略級のみならず、戦術級潜水艦に至るまで原子力推進を採用しているが、こちらの水中速度は時速約30ノットとさすがに高速だ。ただし、速力や連続航行時間、距離などに圧倒的なアドバンテージを有する原子力推進だが、静粛性という点においては、電池式のモーター推進に部があるとも言われている。
これなど中国海軍の潜水艦など動向を個艦単位で全て識別し監視を実施しているとされている点と考え合わせても十分に頷ける話であろうと推測することができそうだ。ただアメリカ軍との合同訓練においては海上自衛隊の潜水艦はアクティブ・パッシブ双方のソナー等の性能に封じ込められたとも伝えられており、水中での索敵機能の優劣が重要度を増している状況だ。さて潜水艦について隣国に目を移してみると、韓国、台湾、オーストラリアなど西側各国においても対中国という目標は同じでもそれぞれの方向性の違いが表面化してきている。韓国はこれまでドイツ製の潜水艦を自国建造するなどしていたが、日本と同じくリチウムイオン電池の採用や一説にはどこまで損評性があるか不明だが、原子力推進の採用もささやかれている。ことに深刻なのは台湾の状態で、今でこそ米中の貿易戦争の激化で F-16V 戦闘機などのアメリカからの輸入を2019年に承認されたものの、4隻保有する潜水艦は老朽化の極みにある。台湾は以前からアメリカに潜水艦の斡旋を申し入れていたが結局果たされず、2019年には自国建造を行う方向性を明確にしたが、高度な建造技術が必要となる兵器だけに前途多難だろう。瞑想という点ではオーストラリアの潜水艦代替計画も深刻で、かつては日本も入札に参加した同計画はようやく受注元のフランスで大元の潜水艦が竣工したものの遅延が続いている。このフランスの潜水艦は元は原子力推進型であるものをオーストラリアの仕様である通常動力型に置き換え自国内で建造することを目指しているが、その費用の高騰に批判が集まっている。単純比較することは意味がないとはいえ、例えば日本の最新型である東竜の建造費は約690億円だが、オーストラリアで12隻が予定されている1隻あたりの単価は実に5000億円にも達している。先にように自国内での建造用に施設や設備を整備する費用も新たに必要になるとはいえ、このあまり高額さと一番艦の収益が早くとも2034年となっている点に疑問の声が上がっているのだ。さらに兵装の問題も指摘されており、オーストラリアがこれまで採用しているアメリカ製の兵器システムにフランス製がベースの潜水艦をいかに対応させるのかが問題視されてきている。アメリカにとってみれば自国の兵器システムの内容が漏洩することを警戒しているとも言われ、またオーストラリア自体が最大の貿易相手国たる中国に近いことも懸念材料だろう。